そうですね。あら、これ。おお。いやいや、大丈夫です。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。早速いただいてます。明るいとこ行って監督に見せてあげよう。わかりました。かわいいでしょう。めちゃくちゃかわいいでしょう。女の子ですか。男の子ですよね。男の子だよね。ひろみちゃんもウサギ飼ってるんだって。飼ってますよ。うちのはめちゃめちゃ可愛くないです。なんでいるんだ。へえ、嘘だよね。なんで女の子いるんだ。可愛いと思いません。可愛いな。あ、紐噛んじゃダメだよ。ミッシェルですよね。あれ、どこ。はい、ミッチェルなんだよ。ミッチェル10。ちょっとまた枚数つなげる。可愛い。目はいい。すごい可愛い。ひろみちゃんのウサギの、紹介して。うちのウサギはネザーランドバイクって言うんですよ。でね、ココアっていう名前つけたんですよ。茶色いから。ね、ミニウサギのはずなんですけど、この子の2倍ぐらいあります。めちゃくちゃでっかくて。やめたよ、噛んだら。これこれ怒るよ。怒っちゃう。日が変わってるって意味で日が変わってる。かわいい、すごいかわいい。楽します。ないと思う。ダメよ、ねえでしょ。ありえないから、うん、ありえないかわいい、すごい。多分そういうことじゃないですか。ウサギの餌はいつも何やってるの。ねえ、人参とかキャベツとか一番好きなのなんだろうね。やっぱ人参とか、やっぱラビットフードをあげますよ。あ、そんなの売ってんだ。売ってます、売ってます。ハードでかじりんぼこといて、歯が伸びないようになるやつとか、すごいいろいろ売ってるよね。栄養剤とか、うん。ミッチェルは栗が好きなんだよ。栗が好きなんですか、うん、生意気ですね。じゃあ栗なんかあげたことないよ。かわいいな。目パッチリしてんの、すごい。目取ってあげて。あ、うん、私の目も、うん、ほらパッチリしてるでしょって。じゃあウサちゃんとミッチェルと記念写真モード。うん、おかわかわくれてよっと。だからそのZまでをどういうローテーションで組み立てる。